こんにちは。今日は BTS のシュガちゃんの恋愛傾向を深く見ていこうと思います。その他のメンバーについてはすでに彼氏だったらどうなるかということで動画を作っていますので、興味がある方はぜひご覧ください。シュガちゃんの恋愛傾向ですけれども、とにかく恋人に対して尽くすタイプだと思います。献身的ですね。ですから、深く愛されたい女性にとっては最高のタイプに、最高の恋人になると思います。基本的に女性に対して優しいですので、話を優しく聞いてくれたりですとか、普段から細やかな心配りをしてくれたりですとか、女性は非常に一緒にいて楽しめるタイプ、嬉しいタイプとなりますね。シュガちゃんは恋愛体質だと言ってもいいと思います。男性なんですけれども、恋愛に対する意欲がありますし、恋愛に対して時間と自分の労力を割くことができる、そういう人です。人を好きになっていたいと普段から思うタイプですね。かといって、あまり積極的に女性に話しかけるということは得意ではありません。ですから、話しかけてきてほしいなぁと心の中で思っています。なので、シュガちゃんに好きになってもらいたい方は積極的に近づくと。まあ、かといって積極的すぎても惹かれてしまうんですけれども、友達関係のような感じでさりげなく近づいて楽しくおしゃべりをする。そしてついでに何かしら軽く面倒を見てあげる。例えば物を貸してあげたりですとか、ちょっとした気配りをしてあげると。そういう女性らしい気配りができるととてもポイントが高いと思います。シュガちゃんは自分のお世話をしてくれる人を好きになってしまう傾向がありますので、世話好きな女性、優しくしてくれる、優しい行動を自分に向けてしてくれる女性というのがいいですね。最初は女性に対して自分からあまり話しかけるのが得意ではなく、おしゃべりをしないかもしれませんけれども、心を許すと非常におしゃべりにもなりますし、聞いたことは何でも答えてくれるような、そのようなサービス精神旺盛な面があります。ですから、一度慣れてしまうと、シュガちゃんとはとても楽しく会話ができると思います。そして基本的に威圧感というものが全くなく、癒し系の雰囲気を持っている方ですので、非常に一緒にいて心地よいと思います。ですから、シュガちゃんは女性にモテると思うんですね。なぜかというと、男性的な横暴さですとか、上から目線なところが全くと言っていいほどないからです。警戒心を持たずに女性が付き合うことができる男性となります。そしてこのように、女性に対しては優しくて警戒心を起こさせず、非常に柔らかい雰囲気で接することができるにもかかわらず、仕事はできますからね。この仕事の才能、作詞の才能ですとか、プロデュース、音楽の才能などはかなりある方ですから、このギャップがいいですね。仕事ではかなりできるし、能力があるのにもかかわらず、普段はちょっとぼーっとしていて優しくて、つかみどころがないと。このギャップに惹かれて、女性はますますシュガちゃんのことを好きになってしまうのではないでしょうか。シュガちゃんは自分の感情、自分がこの人を好きだという感情、また相手からの愛情というものをとても重要視しますので、愛情がないのに体の関係になるというのは、シュガちゃんにとってはまあありえないと言ってもいいと思います。感情が伴っていない体の関係には価値を見出さない人だと思います。心を許している人としか、そのような関係にはなりたくないという傾向がまずありますね。またもし何か弾みであまり感情が伴っていない相手と体の関係を持ってしまったとしても、そこからじゃあ今から愛を育んでいこうよと、そのような優しい気持ち、前向きな気持ちになってくれる男性ですね。非常に珍しいタイプだと思います。男性によっては例えば弾みで愛情があまりないにもかかわらず体の関係を持ってしまった場合は、じゃあそれでもういいやと、その時だけ偶然そういうことが起こった、あとは知らないと、そういう人も結構いると思いますけれども、シガちゃんの場合は、じゃあこれから付き合ってみようかですとか、これからお互いのいいところを見つけていこうと、そのように前向きに考えてくれる性格ですね。責任を取ろうという気持ちがあります。
ただ女性からの推しに弱いというところもあります。流されやすい面があるんですね。ですからあまりこの女性そこまで好きじゃないと思っていたとしても、積極的に来られるとつい付き合ってしまうというか、付き合うまではいかなくてもデートするのに応じてしまったりですとか、そしてデートに応じると相手の女性は期待してしまいますよね。そして自分のことを好きなのかなと期待してしまうんですけれども、結果的には彼女にはなれない、また愛してはもらえないということで、最終的には相手の女性を傷つけてしまうことになりがちですので、断る優しさというのも必要だと思います。断ることが悪いと、申し訳ないと思ってそういうふうにしてしまうんだと思うんですけれども、長引かせて期待を持たせるよりは最初に断ってしまった方が結果的には優しさだった、親切だったと言えますので、そのような断る強さも持つということがシュガちゃんには必要になってくるのではないでしょうか。一度自分が好きになった恋人に対してはとても誠実で一途に尽くしますし、優しいですね。優しすぎて相手に合わせすぎてしまい、いつの間にか相手がわがままになるということもあるかもしれません。シュガちゃんは自分を犠牲にして相手に合わせているんですけれども、相手はそれに気づかずに、これが当たり前なんだと、そんな風に思いがちなところもありますね。そして怒らないですので、あまり怒るということがない方ですので、怒らないから余計相手もわからないと。しかしシュガちゃんも人間ですので、怒りがどんどん溜まっていくわけですね。そして最終的には我慢ができなくなって爆発して別れを選んでしまうと、そういうこともあるかもしれません。ですからシュガちゃんと付き合う方は、シュガちゃんが普段からとても優しくて合わせてくれているということを初めから分かって、まめに感謝の気持ちを伝えるということが必要になってくると思います。ですから繊細な方、相手の女性も繊細で人の気持ちに寄り添うような思いやりのある方が向いていると思います。恋人に対してはまめに LINE で連絡をしたりですとか、寂しい思いをさせないと思います。なぜかというと、自分が寂しがり屋ですので、相手のことも寂しく思ったらかわいそうと思わせたらかわいそうと思うからですね。また好きな人とはなるべく一緒にいたい、ベタベタしていたいと思うタイプですので、そういう意味でも連絡を自分からしてしまうということになります。ですからベタベタした関係を望む女性にとっては最高の相手ですね。しかし2人とも優柔不断な恋人同士になると何事も進まないで、あまりいいことがありませんので、多少女性の方はしっかりしたところがある人の方がいいかもしれません。シュガちゃんは優柔不断な面があると思います。仕事では優柔不断な面というのは出てこず、とてもしっかりした男性になるとは思いますけれども、プライベートでは優柔不断な面が出ますので、そういう時はやはり女性がリードすると、陰で女性がリードして上手に導いてあげるということが必要になります。例えば2人でデートで出かけた時にどこに行こうかというところから始まって、女性がどんどん決めてしまった方がいいですね。シュガちゃんに任せているといつまでも決まりませんし、最悪どこにも出かけないでただ部屋でぼーっとしているということにもなりがちですので、どんどんリードしてしまうと、女性がもうリードするもんなんだと思って覚悟してしまった方がいいかもしれません。男性に対して繊細な優しさ、そしてリードしてくれる男らしさを同時に求めるのはちょっと酷ですね。両方求めると言っても無理だと思うんですよ。ですからやはり繊細な優しさですとか共感してくれる気持ちを望むのでしたら、リードは自分がすると、そのように決めてしまった方がいいかもしれません。いずれにしても結婚するとしたら女性がしっかりしないとなりませんので、恋人同士の時からしっかりすると、そのような役割を引き受けると、そういうふうに思ってしまった方がいいと思います。シュガちゃんは恋愛に対して真面目で、付き合ってすぐに結婚を考えるタイプです。そして相手を美化しがちなところがあります。ですから一度結婚相手を間違えると、こんなはずではなかったという結果になってしまうかもしれませんので、恋している期間の相手に
憧れる期間、相手を冷静に見極める期間というのが必要になってくるでしょう。シュガちゃんはとても優しいですけれども、精神力は強いですし、仕事面でも成功する能力を十分に持っている方です。ですから女性側がまめに構ってあげて、気配りをしてあげるというそういう心がけをしていれば、非常に良い恋人になれると思います。以上です。今日もありがとうございました。